おはようございますあなたを輝かせる心の目覚まし天使のモーニングコール講座です、えー、今日は2022年2月18日から公開されます幸福の科学出版が制作しました、えー、映画愛国女子クレナイ武士道、えー、この中で出てくる言葉がありますその言葉というのが何かというと一日一生という言葉なんですね この映画の中でまあいわゆる「大和一新館」という剣道の道場が出てくるんですがその道場に掲げられた掛け軸の言葉がこの「一日一生という言葉なんですね。一一日一生というのはまさに 一日一日を、もう自分の一生分のつもりで生ききると、悔いのない生き方をしていく。そういう言葉になるんだろう、というふうに思います。ただ、この言葉は、とっても宗教的な言葉です。キリスト教の言葉の中にも、まさにこの一日、一生という言葉が、イエス・キリストの言葉として残っていたりもします。そして、この愛国女子という映画の中で登場します。 日本古来の神様、3万年前に降臨し、実在しさと言われている。雨の御親神。この神様も、この詩を説かれていたというふうに思われるわけなんですね。でじゃあ、今日は、その一日、一章ということを、また違う観点から考えてみたいな、というふうに思います。その違う観点とは何か、ということなんですが。 仏教の言葉の中に発祥道というものがあります大川立法総裁の書籍の中にもこの「新説発祥道」ですね「真実なる説としての発祥道」ですねこういうものを説かれた教えがあります。あるいはこの「太陽」の方ですねこれも大川総裁の書籍ですが「太陽」の方の中にもこの「発祥道」について詳しく語られております。その中に 発衝度というのは「肖剣肖子」「肖号肖明」名「肖正,正人」「少年」「少女」という8つの反省の項目になるわけなんですがその中に「肖明」という反省項目があります。名とは何かということなんですがこの「発衝度の中でこういうふうに書いてあります。 えー、自分は正しく真空意の調和のとれた生活をしたか、えー、真空意という言葉が出てきます、えー、この言葉はあ、まあ、密教の、うん、教えの中で三密と言われている教えでもあるわけですねとっても大事な教えです、えー、三密というと今コロナでは密閉密集 密接とかいろいろあるのかもしれませんけれどもこれは本来の三密というのはでもとっても大事な大事な宗教的な言葉でもあるわけなんですね。その言葉三密は真空とということを指しておりますでらにまた酒やたばこ賭博麻薬などにまみれた横こな生活をしなかったか生活の中に不平不満はなかったか。 たることを知っていたか、万物に感謝したか、また仏のくださった二十四時間を生かしきったか。まあ、この二十四時間を生かしきったかということが、まさに一日一生ということになってくるんだと思うんですけれども。今日はこの称名の中での、この真、苦、意ということについて考えてみたいと思います。え真とは、身ですね、体のことです。え苦というのは。 口言葉です、ね、そして「いい」というのは意識いわゆる心のことを指しております、えー、そしてこの「証明」という反省はあ実はこの3つつまり、えー、私たちの思っていることと私たちが一日に発した言葉そして行動行いですねこの3つが 調和されているかどうか統合されているかどうかこの反省でもあるわけなんですねつまりえ嘘のない生き方誠実な生き方裏表のない生き方をしているかどうかそれを毎日毎日生き切っているかどうか これもまた照明の反省でありそうした人生をまさに「一日一生」というふうに言い換えることができるのではないかと思うわけです。えー、この真「真空意」という3つを統合する考え方を私たちは日頃の生活の中でぜひチェック項目として考えてみていただきたいと思うわけです。つまり私たちが思っていることと 発している言葉と行っている行動これが実は一致していいますすかかどうかということとこのチェックなんです思っていることと言っていることが違う思っていることと行っていることが違うこの違いが実は本当の意味でこの人生を充実したものこの仏からいただいた 一日というものを生かしきった生活を送ることはできないですよということを指しているわけなんですねでこの思っていることと喋ることと行いというものは皆さん考えてみていただきたいんですが結構ずれていること違っていることが多いと思います意識的にず,ずれてしまったり 無意識に違っていったりすること多々あります、えー、少なくとも意識的にずらそうとすることをやめることこれが大事な大事な正しい生き方というものにつながっていきますそしてできるならばこの無意識なる部分を意識すること自分の本当に思っていることは何なんだそしてその思っていることに誠実に生きているかどうか 誠実な思っていることと語っていることを一致させているかどうかこれを点検していく必要があるわけですただ問題はその思っていることというものがどういう思いなのかここもチェックポイントとして出てくるわけですなのでこの発症度の中の最初にまず証券というものが出てくるわけですねこの証券正しく見たか正しく見たかというのはまさに 神仏の目で見たかどうかということですねそして二番目に正し正しく思ったかこの思うというのはまさにそれが自分の思いは神仏の思いと同じであるかどうかうんそれがポイントになってくるわけです自分の思いというか自分中心の思いではダメなんだということなんですね、えー、そこに、えー 仏の御心というものを求める修行というものが大事になってくるわけなんですねそしてその思いに基づいて次の正語という反省正しく語ったかどうかという反省が出てくるわけですねその正語の反省にもいくつかあるんですがその中の一つに不毛語という言葉があります毛語というのは嘘偽りですね 特にその中で私は修行者として悟っているんだ悟ってもいないのに悟っているんだということを言ってしまうというのは実はこの宗教的には大きな罪にあたるんだというふうに言われているわけですね。ですのでとっても大切なチェック項目でもあるわけです。そそののの正ししく語っっったたかかかかどどううれは神仏の御心にのっとって言葉を発したかどうか そのチェック項目になるわけですね自分の自我が欲のもとに語った言葉を戒めることも大事になってくるわけです。そして4番目に称号これは正しい行為ですその行為が神仏の御心にかなっているかどうか神仏が喜ばれるような行動をとったかどうかという反省項目になるわけですね。でこういうい順番を 経て初めてその次に名という反省が出てくるわけですねこの「称明」というのはまさに思っていること発したことは行った行動がちゃんと一致しているかどうかそしてそれが神仏の御心にかなっているかどうかその仏の心に反していないかどうかを チェックするのがこの証明という反省になってくるわけなんですねで、この証明がまさにこの三つの項目を、えー、まあ俯瞰して自分自身を見ながらそしてそれを統合させる一致させること裏表のない生き方をするということが大事になってくるわけですそしてこの裏表のない生き方こそが誠実な 人というふうに言われてくるのではないかと思います、えー、この愛国女子という映画もまた一つの側面として誠実であるということもテーマになってきます誠実であるためにはどうしたらいいかその時にこの仏教の反省項目の証明をぜひ点検項目にしてみていただきたいと 思うんです思っていることと言っていることが違うこれは誠実でない人ということの特徴になるわけです。言っていることと思っていることと行いが一致させること現行一致という言葉がありますけれどもそれらを全て一体化させるそういう努力をしてみようと思っていただきたいと思います。ここれが実はととととっててもも大大大事事事なななな人間としての大事な修行でであるんんだということなんですね この誠実な生き方こそが実は神仏にに近づけるる方法でもあとということになります、えー、世の中を見渡してみると思っていることと言っていることが全然違う,う思っていることと行っていることが全然違うこういう人はたくさんいると思います。えー それを意識的にしている人無意識にもしている人いろいろいますその意味ではこの名「照明真空意」というものが調和され統一されている人というのは本当は実はものすごく数が少ないんだろうというふうに思います私自身もその修行をしているものでもあると思います誠実でありたいと思うものでもありますその意味で ぜひですね、このビデオをご覧になっておられる皆様の中でぜひこの3つの項目を一致させた生き方をしてみようというふうに心がけてみていただきたいと思いますこれが一つの一日一生自分のこの与えられた一日を生き切るということにもつながっていくのではないかと思いますその生き方を毎日毎日続けていった人が他の人から あの人は誠実な人なんだというふうに評価されるのではないかと思います、えー、誠実な人だというふうに言われるような私たちでありたいと思いますそれがやはりこの一日を生かしきったということになると思います、えー、この与えられた一日一日、えー、仏が喜ばれるような一日にしていきたいと思います生き方にしていきたいと思いますそのためには誠実に 生きていきましょうそしてその誠実に生きるとはまさに真空い思いと言葉と行いを一致させた生き方、えー、仏の御心にのっとった生き方をしていきたいものだというふうに思いますそういう人々がこの事情で満ちますよう主エルカンターレにお祈り申し上げたいと思いますありがとうございました